福岡市早良区のタケル眼科です。まつげ谷はどのくらいの人に寄生しているのでしょうか。で2014年ね、10年ぐらい前 の、 あの報告によると3歳から15歳で 10% ぐらいいるんじゃないか、いるっていうのがあって、70歳以上は 100% って書いてるね。まつげの付け根のところにあのダニですね、デモデックスっていうダニがそこに寄生して、でそこになんか卵を産んでからね、それで増えてくるってことなんですね。炎症が起きますので、目の違和感とか、あと目がね乾いた感じがするとか、ゴロゴロするとか、充血とかもそうかな。酸化した油の塊や皮脂の汚れを餌にしながら繁殖するまつげダニ。すると糞や死骸が油の分泌腺を塞いでしまいます。これが目を覆う涙に影響してきます。涙は蒸発を防ぐ油槽、目を清潔に保つ水槽、涙を均一に広げる無菌層の3つの層でできています。まつげ谷は油槽に影響を及ぼし、涙の作りを不安定にしてしまいます。これにより目の保護機能が低下、目の乾きや充血、違和感を引き起こすというのです。大体どういった人に多いんですか。まぶたの縁があの汚くなりがちな人、化粧は目の縁のとこまでしてしまうような。子どもとかご高齢の方とか多いかな、それはあの、圧倒的にご高齢の方だと思いますね。でご高齢の方のまつげの状態とか見てると、やっぱりちょっと汚くなってるとか結構あるので、それは洗えていないのもあるし、やっぱりあの加齢によっての その免疫状態の変化とか、あと油の分泌が低下したりとか、それはもう刑事的、加齢の変化とかでもありますので。